はい、どうも、ヒューガー所属のコラブです。今回は、プロが、今更、初心者講座をやってみた企画です。ということで、事前に質問されたことなどを踏まえて、勢いで喋っていこうと思います。長い動画になると思うんで、目次を貼っておきますので、気になるところに飛ばしてみてもらえると助かります。それでは、どうぞ。建物内で敵に出くわした際のテクニックや注意点を教えてください。これなんですけど、自分の意見としてはなるべく足音を消しておくってのが注意点ですね。でテクニックで言うと、自分の左側に遮蔽物があるように意識する。これライトハンドピークって言うんですけど、これを意識した方がいいと自分は思ってます。でまず、なるべく足音を消しておくってのを一回実践でやってみたいと思います。こんな感じで敵が2階にいるみたいな状況ですね。こういう風になるべく足音を消して、徐々に近づいて、徐々に近づいて敵が油断して出てきたところを、ショットガンを確実に当てるみたいな。これで、ダメージ有利が取れて、勝率も上がるみたいな感じです。はい、じゃあ次に自分の左側に遮蔽物があるように意識する。これライトハンドピークって言うんですけど、このライトハンドピークってのはなんてやつか。これは、自分の体が隠れていて、この銃を右に持ってるんですよね。こんな感じで、ちょびっと体を出す。ほぼ銃だけ出すみたいな感じで撃つみたいな。これのことをライトハンドピークって言うんですよね。で、これができてるとなんで強いかっていうと、これ、この状態だと体をほとんど隠せてるんで、隠せた状態で敵のことを撃つことができるんですよね、自分のカード。逆に、左から見る場合だと、銃を右に持ってるんで、体をほとんど全部出さないと撃てないんですよ。でこの状態がすごく弱いんですよね。なんで、自分はライトハンドピークを意識するようにしてます。じゃあ、それを一回、実践でやってみます。その時にライトハンドピークを利用して、こういう風に、撃つ。こんな感じですね。これでダメージ有利を取って、勝率を上げるって感じですね。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次に、バトル時によく使うテクニックを紹介します。まずは、建築物だけではなく、敵をずっと見ておくことですね。試しにやってみると、敵がこのボックスにいた時に、一発つらして叩いて、こんな感じで建築物を透かすことで敵の位置を把握します。こうすることで敵が次どのように動くかを予想することができるようになります。例えば敵がこのように動いたら移動することが予測できるので、あらかじめ建築を立てて、敵を囲むことで、安全に敵を倒すことができるって感じですね。その他によく使うテクニックとしては、戦闘になった際に、あまり建築をしてこない敵の場合は、高所を取って打ち下ろすように心がけてます。建築をしてくる敵の場合は、ボックスにこもって、敵の動きを見計らって対処します。例えば、上を取り返したりします。激しい建築バトルはしないで、資材を節約するようにしてます。また、敵と戦闘している最中に、他の敵の銃声がしたら、ボックスにこもって、状況を把握するようにしてます。あくまで、自分が不利な状況にならないように、ということを意識して戦闘しています。はい、じゃあ次に、建築をするときの視点操作で、いつも気をつけていることやコツを教えてください。自分は、建築したい方向を確実に向くことだと思ってます。なんでかっていうと、意図してない建築をして無駄遣いをすることを防ぐためですね。ちゃんとこういう風に、壁置くときとかも、こう、ちゃんとこういう風に置くみたいな。じゃないと、なんか適当に置いちゃうと、なんかこんな感じで、前に壁ができちゃって詰まったり、この壁が無駄っていうのもあるし、なんか適当に、こんな、なんかこんな風に建築しちゃうと、こんな感じで、ここの壁が余分になったりとか、ここの階段もいらなくなったりとか、縦積みするときとかもなんかごちゃごちゃになって、こんな、余分な壁とか階段とかができたりするんで、こういうのを減らすために、しっかり建築したい方向を向くことを自分は意識しています。これをすることで、建材の
温存にもつながると思うんで、まあこれはできておいて損はないと思います。はい、それじゃあ次に、水辺での建築で気をつけていることはありますかっていう質問に対してです。まあ、自分としての意見は、湖や川の水底に建築をつなげるようにするってことを意識しています。まあ、なんでかっていうと、建築が壊された時に、全ての建築物が壊れてしまうことを防ぐためです。一回試しにやってみますと、ここだけだと、こういう風な建築だけだと、この1枚を壊すだけで全部壊れちゃうんですよね。すぐ壊されるのを防ぐために、こういう風にたくさんつなげてます。こうしておけば、ここだけ壊されても、まあまだつながってるんで壊れないみたいな感じの状況を作ることができるからです。まああとは、床を立てておくってことですかね。こういう川とかはこういう風に泳ぎながらだと建築もしづらいですし、移動しにくいと思うんで、なんで床を置いておくのもいいかなと思います。次に、壁の向こう側に敵がいるとき、敵の位置の把握はどうやって行っていますかっていう質問に対してですが、壁を打って建築物を透かすことで把握しています。まあ口だけではちょっと分かりづらいと思うんで、一回やってみます。こんな感じで敵の位置を透かして見てます。それじゃあ次に、壁の向こう側にいる敵の位置が分かったら、どの編集地を狙いますかという質問に対してですが、敵がこちらに気を取られていない場合は、サルトを打ち続けダメージを与えるっていう感じです。これも一回やってみます。こんな感じで、この後はもうずっとアサルトを打ち続けて、敵にさらにダメージを与えれるようにするみたいな感じです。次に、敵がこちらを見て対処しようとしている場合ですね。これは、壁を壊し、自分の建築物にして、ライトハンドピークを意識して編集し攻撃するって感じですね。これも一回やってみます。この辺建築して、これ取ったらここ編集して、こう打つみたいな、こんな感じです。でこれだと自分の体は隠せて敵からは見えないみたいな感じでできるんで、この技は本当に強いです。であとはこの真ん中の右一番選手ですね。これも自分の体は隠せて敵には見えないっていう状況だけど、自分からは見えるみたいな風な状況を作ることができるので、これもものすごく強いです。はい、という感じで、自分は普段こんなことを意識しながらやってます。はい、じゃあ次に、高所の取り争いになった時に相手の位置を確認するコツは何ですかって質問に対してなんですけど、自分の意見としては、音の聞こえる方向を頼りに建築していくっていうのと、階段を立てて編集モードにして透かすっていうのですね。これも口だけじゃ分かんないと思うんで、実践でやってみます。はい、でこんな感じで、左から足音が聞こえたんで、こういう風に壁を立てて対処するみたいな感じです。はい、で次ですね、階段を立てて編集モードにして透かすっていうのなんですけど、はい、これも一回やってみます。はい、こんな感じですね。でこれで編集をして敵の位置を把握するみたいな、敵の行動を把握したりする、これできると本当に便利ですし強いですね。普通の状態だったら全然見えないんで、瞬時にできるようにしてます、自分は。はい、じゃあ次に、相手の上を取り返すときによく使っている建築テクニックは何ですかっていう質問に対してなんですけど、2つあるんですけど、1つ目は基本的な上の取り返し方、自分から行く場合ですね。敵のいる方向とは反対の方向から出て、二重階段をして屋根を置き、横跳びして床と階段を置く、そこからも縦積みで取り返すみたいな感じです。これも一応やってみないと、口でだとなかなか分かりづらいと思うので、一回やってみます。こっちの方に敵がいますいたとして、これ開けて、で屋根を置いて床階段で縦積みをして上がっていく、こんな感じで上を取り返してます。はい、じゃあ次に2個目ですね、取り返すタイミング、敵がしびれを切らして自分のこもっている場所に来た場合、敵のいる方向とは
反対の方向から出て縦積みをして上を取り返すっていう方法になってます。これも一度やってみます。はい、ここに上、自分より上に敵がいる状況です。でこうなった時に敵が降りてきて殴ってきたんで、これでこうやって瞬時に上を取り返す。でこうすることで敵より上を取ることができるんで、これできたら本当に強いですね。はい、じゃあ次に高所争いで退き時を判断するのはどういった条件がありますかという質問に対してなんですが、まず一つ目の条件は敵が自分と比べて 2,3 段高い場所にいるようになった時ですね。まあ、そのような状況になってしまった場合、まあ、取り返そうとしてもなかなか取り返せないので退いてボックスを立てます。二つ目の条件は、まあ、敵が高所争いの最中に、まあ、屋根などを使って自分を閉じ込めようとしてくる場合ですね。まあ、試しにやってみると、このような場合、まあ、屋根で閉じ込められて、まあ、不利な状況になってしまう可能性があるので、まあ、退いてこういう風にボックスを立てて体勢を立て直します。はい、じゃあ次に横跳び建築を失敗しないためのコツを教えてください、質問に対してなんですけど、なるべく屋根の端のギリギリを狙って飛ぶことをですね、まあ、これは結構タイミングが重要になってきますね。で、あと飛んだ後にすぐに下を見ることですね。床階段をすぐに立てるっていうので、口だけじゃ分かりにくいと思うので試してみます。ギリギリを狙って飛んですぐ下向いて床階段、屋根を置いてギリギリ狙って飛んですぐ下向いて床階段、これを連続で、まあ、こういう風にしたりします。まあこれはすごい視線の動かし方がすごい大事になってきますね。まあでも横跳びはできておいて本当に損はないと思うんで頑張ってみてください。まああとはもう猛練習するしかないです。はい、じゃあ次に、まあ、亀建築のように、まあ、ボックス建築ですね、亀建築のように防御に特化した建築テクニックを教えてくださいっていう質問に対してなんですけど、まあ、これは自分は2階建て亀建築、まあ、亀建築をする上にもう一マス亀建築をするみたいな感じですね。じゃあちょっと一回口だけじゃちょっとわからないと思うので立ててみます。こんな感じですね。こんな感じの建築です。でこの中の屋根に入る、これが強いと思ってます。これの何が強いかっていうと、どこから攻撃しようとしても2枚以上の建築物を壊す必要が出てくるんですよね。こんな感じで上からだとここを壊して、屋根と床を壊してさらに屋根を壊さないとダメっていう状況になってしまって、で壁からだと1階2階壊すっていう風になって、でこれ下からも、下から殴るときもここ1階と2階壊さないとダメなんですよね。まあ、この建築がすごい僕は防御に特化した建築だと思ってます。まあ、試しに一マスのボックス建築、亀建築でやってみると、まあこれ屋根にいる場合だと下からだと一発で落とされちゃいますし、場所はなんとなくバレてしまいますし、なので自分はただ単に1マスボックスを立てる、まあ、この亀建築をするよりかはこの二重にする亀建築の方が強いと思います。はい、じゃあ次によく練習している建築の操作はどんなものがありますかっていう質問に対してなんですけど、まあ、自分がよくやっている練習は、一つ目は床から屋根の連続編集、これですね。自分で建築しながらでもいいと思います。こんな感じで。はい。で、次は、床、屋根、壁の連続編集ですね。これですね。はい。次に、階段から床の編集練習ですね。こんな感じですね。これは自分の得意なやり方で大丈夫です。
はい、こんな感じです。で、次は屋根から床の連続演習ですね。なんでどういった状況の時かっていうと、敵がこもってるとします。で、これで上を張り替えた時にこういう感じでみたいな、これの練習です。連続演習で屋根床一マスだけでも全然いいと思います。こういう練習方法です。はい、次は壁から階段の連続演習ですね。こんな感じのでもいいですし、こういった感じの練習でもいいと思います。まあこんな感じでですね、まあ詰まりやすいところをまあ重点的に練習するみたいな感じですね。はい、じゃあ次に、ここ数シーズンで流行している建築パターンやテクニックありますかっていう質問に対してなんですけど、屋根を使用して敵を閉じ込めるテクニックっていうのが流行ってます。例えばこんな感じですね。こんな感じで屋根を使ってここにいる敵に押さえるっていう、はめるっていうテクニックです。こうすることによって敵からしたら、敵が、あ、やばい、前から来たってなった時に屋根を置かれたら上逃げようってなった時にこれ逃げれないんですよね。逃げれない状況を作ることによって、こっからダメージを与えれて試合を有利に運ぶことができるっていう技ですね。なんでこれは難しいんですけど、できたら本当に強いです。まあ、試しにやってみるとこんな感じですね。こんな感じです。こういうのが流行ってます。はい、でもう一つなんですけど、二つ目は階段を利用したテクニックですね。これもやってみないとわからないので一回やってみます。こんな感じでこういうことです。わかりますかね、こういう技です。これの何が強いかっていうと、相手が反対側から登ってきた時にこれをやれておくと、敵より早く一段上に行けるんですよね。ってので、これは本当に地味なんですけどすごく強いです。で、これで敵の上を取って有利に試合を運ぶことができるって感じですね。はい、じゃあ次に、危機的状況を回避する際に使える連携テクニックはありますかっていう質問に対してなんですけど、味方一人が集中的に撃たれている場合、まあ、その横や後ろにボックスを作り、味方がいるそばの建築を編集して味方が安全に逃げることができるようにするっていうのなんですけど、まあ、例えば、まあ、やってみるとこんな感じです。まあ、こんな感じで6つ集中、こんな感じで食らってる時にこれ横に作ってあげて、開けてあげる。で、そうすることでこっちに逃げてこれる。これを一緒に敵を倒すみたいな、こんな感じです。他にはダウンしてしまった場合、まあ、味方を担いで、まあ、安全な場所に運び、まあ、敵から見られないように補正するっていうのがあります。はい、じゃあ次に、崖の上に登る場合やストーム近くで行動する際の連携テクニックはありますか。崖の上に登る場合なんですけど、まあ、1人が二重階段、もう1人が壁を建築して、まあ、安全に崖を登るですね。で、2人で行った方が、まあ、2人で建築しながら行った方が、まあ、資材を渡す手間が省くことができるので、これはすごいおすすめかなって思います。一回試してみます。はい、こんな感じですね。まあ、こんな感じで登っていきます。これはすごい安全なんで、すごいおすすめです。はい、じゃあ次に、建物内に敵がいる場合、全員で突入しますか、また何か役割分担しますかっていう質問に対してなんですけど、まあ、敵が気づいていない場合は突入します。で、役割分担としては、まあ、張り替えをする際に1人はあらかじめ、まあ、編集しておいた壁、この上6マス編集ですね、こ
これを常に持っておきます。でそれでその他で射撃して張り替える、それの繰り返しをして M でゴリ押しみたいなのをやっていきます。まあちょっと一回やってみます。こんな感じで敵の壁をずっと取って、もうずっと敵が見える状態にして M でゴリ押しみたいな感じです。はい、とまあこんな感じで勢いでやらせてもらいました。まあ早くてよくわからない部分もあると思いますが、まあその場合は一時停止やスロー機能を使って練習してみてください。まあよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあコメントでリクエストあったら書いてみてください。それじゃあまた次回、バイバーイ。